倍線の追求しているような政策すべてに共通しているのは将来性が全くないということなんです。憲法を壊す、立憲主義をないがしろにする、それのどこが保守なんだ。沖縄県民は日本国民じゃないのか。国土を怪我した原発を放置して再稼働、ふざけるな。それのどこが現実的なんだ。現実的な政策はこっちが言っている持続可能な政策だ。そういったこと、個人の尊厳を大切にする、多様性を育む、こういう当たり前のことをしないで日本の未来が描けるわけがない。高市総務大臣は憲法9条を変えちゃダメだと繰り返す番組は電波の停止もあり得ると言いました。皆さん、放送法というのは第3条で何人たりとも放送の内容に干渉を規律してはいけない。憲法21条の表現の自由を保障するために国家権力が放送に口出しするなというのが放送法ではありませんか。高市さんは公平かどうかを判断するのは大臣だと言いました。高市さんが公平かどうかを判断するんですか。その基準はうーんと右の方に寄ってしまう。はい、検討と申します。ご立派をお願いします。大変ご立派をお願いします。大変順にご立派をお願いします。憲法守れ。